おはようございます。まさ46494です。今回はドラゴンボールドッカンバトルのアニメ30周年記念超戦士列伝の続きをやっていきたいと思います。ですね、ギニュー特戦隊参上からやっていきたいと思います。どこだけしたかったよね。さあ行きましょうか。もうそろそろこの辺からノーマルじゃなくてハードになってくるのかな。次あたり全体参上だから5人一気に来る感じなのかな。定かではないがどうなんでしょう。さあ行きましょう。シャムがさっきから、まあ、さっきからっていうか止まらなくて辛いやつですね。とりあえず行ってみましょう。まあノーマルだからさすがにって感じだ。どうやった逆に。さあ行きましょう。なんか多分必殺技のさやつとかちょっと画面というか変わったよね。ちょっとタメが入ったりみたいな。なんかグラフィック的にねえ、なんかかっこよくなった感じがする。気のせいではないよね。気のせいではないはず。いいね、意思回収だから完全に超決戦の幕開け。こっからなのかな。まだノーマルなんだ。まだ続くのかな。どういうあれであれしてるんだろう。超決戦だからフリーザかな。だよね。ですよね。フリーザ戦ですね。最初に、まあ、悟空がいろいろ修行した後にナメック星につきました。で、いろいろあって、怪我というかダメージすごい負って回復するためにカプセルの中入ってたんだけど、で、最終的に、回復しきってつきました。その時にこの状態でフリーザがお待ちかねしてて、ベジータがその時に殺されてしまうと。サイヤ人の誇り的なやつですね。まだそんな元気なことを言っているんだといけないですね。あそこで初めてクリリンがお亡くなりになって、ベジータがスーパーサイヤ人になれたという感じですね。はい、ということで30周年記念の超決戦の続きでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、じゃあね。